特にキリアさん、あなたの潜在魔力はずば抜けています。とてもただ者とは思えません。潜在魔力、何のことだ。ああ、気にしないでください。こっちの話です。ところで、多くの悪魔がボイドダークに服従していく中、なぜ皆さんは戦っているのですか？そうですわね、
あえて言うなら復讐かしら。私って生まれついてのお姫様でしょ。この気品と美貌と財力で自由気ままなセレブ暮らしを満喫していたのに、それをお父様がボイドダークとの政略結婚を推し進めようとしたせいで全て台無し。こうして家出する羽目になりましたの。ですから私から自由と贅沢を奪い上がったボイドダークに復讐してやるのです。魔王の家出って前代未聞ですよね。それのどこが復讐なんだ。まったくだ。むしろその話に限っちゃボイドダークの方が被害者なんじゃねえのか。へえ、そうそう撃たれてたまるかよ。レッドマグナスさん、あなたの戦う理由は。お、俺様か。俺様はボイドダークの野郎を超絶ぶっ倒してやる。そして最強魔王になる。これが俺様の戦う理由だ。キリア様は、ボイドダークを倒すのが目的というのは存じ上げていますけれども、よほど深い事情がおありなんでしょ。俺は お前たちには関係のないことだ。だが俺はボイドダークを必ず殺す。なんつさっきだよ。よっぽどの恨みがあるみてえだな。その強烈な恨みがキリア様の原動力というわけですのね。なるほどなるほど。皆さん、ボイドダークと深い因縁をお持ちだということは十分わかりました。僕たちはそれぞれ理由は違うども目的は一緒です。今後ますます一致団結して仲良くボイドダークを倒しましょう。お、さあお怪我を治しましょう。
ローゼンクイーン紹介へようこそ。ローゼンクイーン紹介へようこそ。いらっしゃい。スカウトするか？向かうすか？ねえねえキリア様、ボイドダークとの間にどのような因縁が終わりなのです？またその話ですか？これで何度目だと思っているんですか？部外者は黙っていてくださらない？これは種々、いいえ、夫婦間の問題なのです。え、夫婦？あなた方ご結婚なさっていたのですか？まあほんの少し未来の話ですから。嘘つけ、どうせキリアを利用したいだけだろ。キリア様、あなたがどんな過去を持っていたとしても私の心は変わりません。安心して全てを打ち明けてくださいな。
ていうか気になるから早く教えなさい。他人に過去を語る趣味はない。これ以上の詮索は無用だ。あまりしつこいと、ここでお別れにしても俺は一向に構わないんだぞ。ま、女には分からねえだろうが、男には人に知られたくない過去の一つや二つあるもんなんだよ。おだまり、低能な猿の分際で私に意見するつもりですの？これでもおくらいなさい。セラフィーヌ様万歳。セラフィーヌ様万歳。セラフィーヌ様万歳。これは魔王儀魔眼のバロール。私に見つめられた男は誰だろうと従順なしもべになるしかありませんのよ。クリストさん、あなたも私に逆らうようなら同じ目に遭いますわよ。遊びの時間は終わりだ。元に戻してやる。この私に命令するなんてあなたぐらいでしてよ、キリア様。あ、あれ、俺様は何を。ここで蹴りをつけるぞ。すべての男は私のしもべですわ。コテンパンにしてあげるわ。
守る。行くぞ。ほら